こんにちは、リスタイルの仕方です。こちらですね、今日はハンス・ジェイ・ウェグナーデザインの GE530 ゲタマ社のヴィンテージのハイバックイージーチェアのご紹介をしたいと思います。滑り台みたいなアームになってますねなんかウェグナーのデザインでは珍しい感じの湾曲したアームになってますね。73年、俺がね74年生まれなんで、はい、1個年上なんだけどにデザインされたソファーがねウェグナー、ウェグナーの59歳の時の作品で、ウェグナーってまだもう死んでる、93歳、そんなに初期ではないっていうか、だいたい60年代とかね、50年代とかが多いので、はい、70年代って言って、まあ、比較的後期のデザインじゃないかなと思いますね。今現行では売ってないので、はい、これはなので1973年デザインされて90年代とかぐらい、下手したら80年代ぐらいしか作ってなければあんまり球数は多くない。希少ですね。希少、そう、あんまり出てこないんだよね、うん、うちも初めて入ってきたし、うん、まあ、これの2人掛けとかもあるし、ハイバックじゃないのもあるんだけど、割と希少なソファーだと思います。普通にファブリック張りで、まあ、クッションはコイルスプリング入ってます。こう円になってるスプリングがこう、はい、クッションの中に入ってて、その両側にウレタンが貼ってあってっていうなんかクッションなので、こうベッドみたいな感じ、ベッド あのマットレスみたいな感じですね。もともとね、ゲタマ社がいつも言うんだけど、うん、はい、マットレスのメーカーだったっていうこともあって、はい、こういうクッションは多分得意なのかな。なるほど、うん、ここはまあウレタンだけどね、はい、クッション取ると多分これオリジナルのまんまだと思うんだけど、ゴムのベルト、ウェービングベルト、これ結構劣化するから張り替えてあること多いけど、多分これオリジナルのまんま。フレームは多く全部見てもらうと、こうすごい湾曲してあって、これ無垢に見えるんだけど、ラミネート材って言われるものらしく、要は積層3層ぐらいに木がこうくっつけてあって、それを曲げてやる。無垢だとよじれとかね、割れとかが出やすくなるので、あとは無垢材だけど。でここボルトで組んであるんだけど、はい、まあ、ノックダウン式、デンマークから、まあ、ほぼアメリカとかに家具の輸出が割と産業としては大きい割合を占めてたと思うので、その輸送コストがまあできるだけ安くなるように、こういうノックダウン式っていうのは割とこの頃多いんだよね。で焼き印が裏にあります。ハンス・ジェイ・ウェグナー・ゲタマって、ここかな。体の大きい人でも多分ゆったり座れるかな、はい、俺なんかだいぶ開くもんね。ほんで肘がね、はい、平らなので、うん、そんなに肘が起きる感じかな。ヘッドレスト、はい、ネクッションあるので、もちろん頭のフォールドもいい感じですね、はい、で沈み込む感じあるんですか。沈み込む感じよりもちょっとこう跳ねる感じかな、うん、やっぱコイルスプリングがボヨンボヨンって感じ、うん、多少ね。座り心地は、うん、座り心地は腰悪いけど、俺そんなに腰痛い人でも気にならないというか、なるほど、うん、いいと思います。でちょっと角度があるかな。まあこれね、オットマンがあればなおいいけど、うん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 、でもやっぱりイージーチェアって安楽椅子って感じ、はい、これがね珍しいよね、ウェグナー、うん、あんまり見たことないですね。ブライウッドのやつはあるけど、うんうん、合板のこの積層の合板ではなくて、はい、ある程度無垢のものの厚みのやつがこう層になってるから、パッと見はもうほんと横から見ても無垢に見えるんだけど、はい、ね、うん、実は単板の無垢ではない、うん。今日はこちらの、ハンス・ジェイ・ウェグナーデザインの GE530 ですね。こういったヴィンテージ家具とかデザイナーズ家具の販売もやっておりますので、そちらネットショップの方の URL を概要欄の方に、リンク貼ってありますので、そちらもぜひご覧ください。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。